たところから鮎川で出ていきました。パクイルギュ、まあ、この位置ゴールキーパーポジションですからね。いやでこの縦パスクリアします。パクイルギュこの位置まで出てつなぐんです。まあ、これがつながりますからね。ここはパクはシンプルに長いボールを使ってつながりました。イーノキーパーから一気に長いボール岩崎間に合います。そういう部分ではこうスムーズにチームに馴染めたのかなって感じしますよね。あこれパクのボール素晴らしい。いや素晴らしいですね、はい、キーパーパクに戻す。いやいやこれでは繋ぐんですね。もともとは、ね、小川選手がサイドバック左に、ね、入ってますけど、はい、入ってましたけど、まあ、バングナ、ね、バングで選手が入りましたもんね、はい、そしてロングフィードパクイルギュ荒木を走らせます。小木原の後ろワンタッチ折り返して柿田が来た。いや浅田よく帰りましたね。長谷川から知念へパクイルギュです。そしてまだ点も取りに行く。そうですね、きっと早いですね。避けられたような今アピールをしてますが、あナイスキックですね。3人スプリントしましたね。先に進んでいきたいと考えているのはトスだなって感じしますね。これいいボールでした。大きな展開というところになりますが、はい、ラリーレオセアラ、おっとパクイルギュ出て、あしっかりとこ触ります。ここのポジションに乗り乗って、おっとこれ抜けた。さあ新田が行く、シュートだ。おーナイスシュートですが、ここはナイスキーパー。いいタイミングでシュート打ちましたよ、ね。まあね、ルキアンの爆発なくして福岡のね、通常あれだけ点差があると、まあ、選手によってはちょっとクールだったりするんでしょうか。いいのはもう全身で、ね、喜びを表してましたもんね。そうですね、ボールを欲しい湘南から早いカウンターを狙います。ゴールキーパーここまで出ています。出ない。あもう山原からのボール、これパクがこの位置でコントロール、そして本田に合う。裏を狙った長いパス、ここにパクイルギュ。岩上ロングパス、おパクイルギュ。出る感じが良かったですね、はい、中川ワンタッチ。パクイルギュ、お冷静に左の空いてるティーラトンにつけます。とあの小泉は絡みましたけど、彼ら2人がボール運ぶの前ですからね。さあ入るのがいいボールです。1本のミスが通る。さあパクイルグからのボール、イーノを走らせる。そのイーノが先に追いつく。引き出し方なんてうまいですよね、はい。まあ、札幌の選手もこう食らいついていくんですが、呆然とプレスに行くのは山田。コスも長いボールで堀米につなぐ。パクイリルが一気に菊池。パクイリルが一発でひっくり返す。ボールを奪って野上からスペースにシンプルに出す。ここもパクがケアをします。そしてそのまま林につながる。